うるせえよ。次ピンポン鳴らしたらぶっ殺すぞ。誰だよおめえ。解放。解放じゃねえよ、何なんだよおめえ。ピンポンピンポン。心配だったの。何が生きてるか心配だったの。はあ、生きてるだろ、ツイッターしてるだろうが、 LINE も返してるだろうが、 100% 生きてんだろ。ほか、はい、はい、重てえな。何かけてんだよ、何かけてんの。重いよ、俺が想像してるより重いよ。お前がドアに、お前がドアノブにかけてるやつ重たいよ。なんだよ、何、何買ったの。冒険者とモンスターと缶とヨーグルト4個。多いな、なんだヨーグルト4個って。健康にいいと思う。何しに来たの。心配だったから会いに来たの。いや会いに来たのダメでしょ、それ会いに来たら。俺にもプライベートあんだから。湿布を貼ろうと思った。おめえが来て余計疲れるだろ、どう考えても。昼間も来た、もしかして解放。昼間も来た。昼間、昼もピンポンピンポン鳴らした。鳴らした？あ、それは取り立て屋か。あ、たった今来たの。あ、それは取り立て屋だ。あ、そう。なんでそんなピンポンピンポン鳴らすの？聞こえない？帰れ！なんで来たの。心配だから。心配だから。あー、めんどくせえマジで。パンツ履く、パンツ履く。ちょっと待て、パンツ、パンツ、
心配イコール人の家に来ていいっていう理屈がわかんねえ。何？ねえ、何？もう全然わかんない。何？来たから心配？何？は？バドーさんのことが好きだから心配だったの。こわこいつ、こわ。いや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 、完全に怖いから。ごめん。いやごめんじゃなくて、いや好きだからとかじゃなくて、もうほんと勘弁してくんない？マジで俺眠り覚めてあげられるの一番嫌なの。わかるじゃねえよ、おめえが起こしたんだよ、ピンポンピンポン。ごめんじゃねえよ。ちょっと、なんなの、ほんと。なんなの。ちょっと喉渇いたから、モンスターエナジー一本だけもらうわ。ちょっとモンスターエナジー一本だけもらうわ。うん、なんで来たの。あーもう何？何？何も。ああ。好きだからって来ちゃいけ、来ていいとは限らないでしょ？うん。うん。ただ、昨日の。うん。あ？昨日、なんか、配信しなかったでしょ？いや、配信するもしないも俺の自由だろ。疲れ溜まってるわ、おめえみたいなのがいっぱいいるんだよ。わかるか、はい、お前みたいになんかパコりたいとか、家にあげてとか。パコりたいとか、そんなんじゃないよ。いや、そういうのがいるんだよ、いっぱい。そんなんじゃないよ、こんなんの依頼しないでよ。いや、お前それよりタッチ悪いかんな。家に実際乗り込んでんだかんな。お前そんなのと一緒にするなじゃねえ。お前が一番立ち悪いかんな。お前ピンポンピンポンしてお前起こしてんだからな、直接。なあ。うん、いるか、やっぱ医者、風で、医者に行ったか分かんなかったから。いや、医者に行ったか分かんなかったじゃなくて、それは俺が決めることだから。うん。なんなの、マジで。なんなの、ほんとに。俺ね、睡眠起こされんの一番嫌いなの知ってるよね。分かってる。なんで起こすの、うん、なんで昼もピンポンピンポンしたの。なんであんなに昼間ピンポンピンポン100回近くしたよね。え、そこまでしてない。昼12時。え、私12時病院だもん。あ、ごめん、それはあれだ、取り立て屋だった。あ、ごめん、それ取り立て屋だった。知らないよ、病院だもん、うん、ごめん、それは取り立て屋だった。いや、たった今ピンポンピンポンずっとやってんじゃん、うん、やったじゃん、はい、うん、うん、ごめんなさい。うん、なん電話すればよかったじゃん。電話したけど出なかったじゃん。違う違う、電話する、それはお前がピンポンピンポンやって電話しただろ。そうじゃなくて生きてるかどうかの確認だったら、うん、ワード起きてるって言えばよかったじゃん、電話で。なんで2時間かけてくんの。うん、だからその間でも寝ててほしかった。で、もし本当にいなかったらドアノブにかけて帰ろうと思ったの。で、ピンポンずっと鳴らしてるじゃん、お前。放送する前も。うん、放送？放送だよ。放送なんだ。放送するに決まってんだろうが、うん、お前放送、ノー放送だと思ったん、これ。わかんない。わかんない。今、外でちょっとクラクラしてるかわかんない。クラクラしてる？え？
クラクラしてんのお前。当たった。もう勘弁してよ。ねえ、もうこれをさ、このこういうことがあると、はいし、みんな真似するんだって。じゃあ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 、はいし、それ食べ物に失礼だから。さあ、俺が求めたこと以外はやってほしくないの、わかる？なんで来たの？心配でしょうがなかった。何心配って。体が、体、だからずっと沖縄帰ってきてからもずっとくしゃみしてるし、どれの深夜食堂 LINE いらない。とリアトツマツとか行かないから、リアトツマツの告知やめて。行かないから。どれやめて。どれ LINE で深夜食堂の告知、なんかリアトツマツあさってやりますとか。俺リスナーじゃないから、お前の。あー、もううぜえやつばっかりだな、ほんと。どれの LINE うぜえって言っとけ。夜おめえのリアトツマツなんで俺が行くんだよ。あ、ごめん、解放。何、わかるか、お前とかどれとかそういううぜえ LINE で起きるの一番綺麗なんだよ俺。ごめん。わかる、はい、勘違いしてるんだよ、はい、どれとか、はい、わかるだろう。なんで俺がどれの深夜食堂のリアトツマチに行く、わざわざ行くと思ってんのあいつ、はい、バカだろほんと。わかる、はい、わかります。わかるでしょ、はい、なんで家来んの。俺寝てんの。俺睡眠だけが唯一の楽しみなの、うん、冷えたお茶もあるけど飲む？いやそんな冷えてねえわこのモンスターも。あ、お茶の方が冷えてる。いいよ、まだ冷たいから。涼しいって言ったのか、家は入れると思ってんのか。入れないつもりで来たのか、お前。だから玄関に置いといて腐らないかなと思ったけど。じゃあなんでピンポン100回くらい鳴らしたんだよ。玄関来たらやっぱ開いたくなった。何？玄関来たら本当はこれを置いて帰ろうかなと思ったけど、玄関来たら一応湿布も持ってきたから貼ってあげようかなと思った。痛くなったからピンポンした。あっつ、今日何これ。暑いな。暑い。何これ、俺寝てんだよ、うん、寝てるのはダメだろ、起こしたら。そうだね。暑い。ちょっとエアコンあれするからごめんな、ちょっと閉めるな。うん、ごめんな。ああ。いや、最低だろ、どう考えても。俺の眠りを妨げたんだよ。なんで中に入れんの？俺悪いか、これ。いや、だってさ、俺呼んでないんだよ。いきなり来たんだよ、うん、押しかけて。状況説明して解放。みんなが誤解してるから、なんか俺がいじめてるみたいになってるから。違う、そう、状況説明して。マイコフ、あ、マイコフになってた、ごめんね。ありがとう、教えてくれて。マイコフ？マイコフになって解除した。
ずっと掃除の時も咳とかくしゃみをしていてすごい辛そうで。あ、分かった、解放、仕事やる。はい、沖縄の郵送作業残ってるからお前やれそれ。あ、分かった。うん、沖縄の郵送作業まだ残ってるからやらせるわ。ダメだよお前、リスナーさんの個人情報お前なんかに与えられるわけねえだろ。調子乗んなよ、郵送係はダメだよ。リスナーさんの個人情報お前に教えることになるからダメだ。お前押しかけちゃうだろ、リスナーさんの家。私、うん、誰、お前以外誰と会話してんだよ。あ、そっか。え、あれ、お前いいや、ちょっとリスナーに説明して何しに来たのか。ちょっと、うん、俺涼んでるから、うん、いいよ閉めても。うん、そうだな、うん、あ、メンヘラです、メンヘラです。この前掃除来てた時にすごく咳とかくしゃみとか辛そうで、で風邪やっぱり治んないきゃいけないなっていうのと、とにかく湿布で体の疲れを取ってあげたいしと思って湿布を持参して、湿布を40枚ぐらい持参して、で、あとご飯食べるのもいつもなんか外で適当なもん食べてるみたいだったから、買ってきてパンとか、パンと飲み物と冷たい飲み物、あの100均であのクーラーバッグ買って、それに入れて持ってきて、でドアにかけて帰ろうと思ったんだけど、やっぱり顔を見たかったからどうしてもピンポンしたくなってピンポンしちゃいました。好きだから心配だった。好きだから心配になっちゃった。好きだから心配になっちゃった。ごめんなさい、勝手でごめんなさい。落ち着く、飲み物飲む。ごめんね、みんな。うん、好きだから行動に出ちゃった。カバーは
あの冷たいのを保つために買ってすぐに入れちゃうカバー、いつもおばちゃんだから少しでも冷えたまま飲めるからカバー入れちゃう。うん、もう涙は収まった。っていうか化粧崩れるの嫌だから、私本当は泣くの大嫌いなんだけど泣いちゃった。そうだね、配信会の神様に謝れて本当ごめんなさい。そう、この帽子も100均です。これも帽子100均で、この前和道さんがこの帽子いいねって、あのドンコニシボをすごい気に入ってたからこれあげようかなっていう風に思ったのもあげ合うのに荷物に入れようかどうしようかって思った。分かったのかな、よく分かんないけど伝わった、みんな状況。ちょっと待って、状況伝わった？こんなキツがいっぱいいるんだって。こんなキツがいが困るって、伝わった状況。いやどうする、俺悪くないの分かったでしょ。分かった、どうする。俺もう眠りだけが唯一の楽しみなの。でここ24時間配信の後また24時間やってたから疲れてんだよ。いや悪気はないのは分かるけど、ダメなもんはダメって言わないと。セフレにするわけないでしょ。リスナーさん何人いると思ってんだよ。私もってなるでしょ。私もってなるんだよ。配信業はやめないっすよ。わざとらしいなこいつ。すげえわざとらしいな。キリがないや、もう何人もいるんだから。アポなしはダメでしょ。仕込んでねえわ。とりあえずそうだな、近所迷惑になりかねないな。とりあえず入れてみるか。あ、じゃあとりあえず鍵だけ開けたらどうなるのかチェックしようか。鍵をとりあえず開けてみようか。どう？入れるか入れないかじゃなくて、鍵を開けたらどうなるのかっていうのをちょっと試してみようか。どうなるかな。あ、一応ドアホックつけた。一応これつけとこう。開くかな。いや、ドアは開けないみたいな。いや、ネタじゃなくて、お前これ俺のリアルだぞ、プライベートだぞ。ねえプライベート何やってんの暑い暑い。何やってんの？え？何やってんの？解放。何？聞こえない。え？
熱いよ熱いよ、こんな炎天下。それリスナーさんにどうしたらいいか聞いてこな。ほら、はい、放送。絶対落とすなよ。分かった。リスナーさんに聞け。リスナーさん、つい。座る。熱い。熱い。あ、鍵開いてんの？うん。帰った方がいい。鍵開いてる。お前が一人でそんなことして、雲一つないなら休ませてもらおう。帰る方が好きなのに、彼女いてもそんなことするのかって。ブサイク芸人でこんなのいたの。ギャラいくらも。ギャラなんてもらってないよ。台本なんてないよ。私が勝手に来たんだってば。今日病院でその足でやっぱり心配だったから来たの。じゃあちょっとドア恐る恐る開けてみるね。遅亀？遅亀？音亀っていう意味がわからない。あ、外亀。あ、いた。あ、チェーンかかってるし。あ、はい、チェーンかかってた。じゃあ食べ物だけ渡して帰るのが一番いいのかな。この隙間から入れたら、うん、上がっていいよ。え、何、私の体？そう、この隙間から入れたら。それマジックだよ、マジックだよ。私がスライムにならなきゃ無理じゃん。入れるか。あー、入るかもな。待って、暑いことは暑いっていうか、たマジちょっと倒れそうなくらい暑い。インカメに変えても。インカメ、ごめん、マジでね、倒れそうなくらい暑い。病院は行けって言ってきた。病院の帰り、私今日。ニスン聞きなさい。入れ、入りたいんだけど、ドアの鍵閉まってた。あのドアの鍵じゃなくて、あの、うん、渡すもの渡して帰るのが一番いいかもしれない。上がりたいの、うん、ちょっと座らせてほしい。どれくらいちょっとって？5分。5分だ、うん、5分だ。5分絶対約束する。うん、タイマーで測ってもいいし、はい、郵送作業手伝うんだったら手伝う。ダメだよ、お前にリスナーさんの住所なんか教えらんないよ。私そんな、だってそういうことしないもん。してるだろ。いいわ。うん、今ナウだ。ナウ。5分じゃ、5分足りん。心配できたのに心配かけてどうするの。うん、そうだね。いや、これ犯罪だよ、解放。うん。だからリスナーさんに聞いて、ちょっと上がってもいいですかって。うん。これリスナーが全てだから。あ、そしたら、ごめん。あの、じゃあ、和道さん家に上がって、5分ほど休憩してもいいですか。今暑くてちょっと倒れそうになっちゃって。
上がってっていいし止まっててもいいよ。無理入れた最後帰れいいよ。ダメ帰りなさいよ。上がっていいのよ。もっといていいよ。ダメ知らねえよ。止まっていい。5分で帰るなら。あでもあれだな、解放もリスナーの一人だから、うん、俺リスナー大事にするから倒れたら困るからさ。うん、上がってけえぞ。上がった。はい。あ、なんか落ちた。そうだね。そうだねじゃなくて何買っていいか。ドア閉めて。ドア閉めた。え、あ、閉める。鍵ね。あとカーテンも閉める。カーテンも。鍵閉めた。よいしょ。よいしょ。逮捕やってること犯罪だからだよこれ。はい。あと LINE も要件のない LINE を送ってくるなって言ったよね。うん、言った。言って、なんで送ってくるの。うん、どの LINE のこと。じゃあだから俺は、うん、おはようとか、うん、今何やってんのとかリスナーからいっぱい来るから迷惑だって言ったよね。うん、言った。なんでいっぱい、なんでこっち来るの。こっちベッドルームだから。あ、映さない方がいい。え、どインカメでいいから。インカメでいいの。なんで俺のプライベートを。あ、ごめん。ちょっとカーテンも閉めて。カーテン、はい、こうか。違う、窓のカーテン。窓のカーテン。うん、よいしょ。あ、じゃあ食べ物とだけ。いや俺ヨーグルト嫌いだから食わないから。そう、ヨーグルト健康にいいのに。あとこれポストから、ポストっていうか玄関からポトってあれした郵便物。で、ヨーグルトは持って帰るから、そのパン、シュガーマーガリン、うん、これだったら多分好きだと思うから。それは好きだわ。うん。冷蔵庫入れといて。冷蔵庫分かった。冷蔵庫どうやって開けんだこれ。普通に開くわ。あ、冷蔵庫まだ、あ、大丈夫かな、賞味期限。いいよ、食材のチェックいいから。あ、分かった。いや、そのまま入れとく。2枚ある。いや、リスナーおっこちゃん座って、ちょっと、はい、座れ。座る。私が座る。あ, るあのさ、はい、あの放送でも言ってるけど、お前知ってるはずだよね。はい、あの俺リスナーさんから100件近く、はい、毎朝メール来るんだよ。はい、で内容のないメールとかいっぱい来るの分かるよね。はい、おはようとか今何やってるのとか。はい、でそれ迷惑だって放送で言ってるの聞いたよね。うん、聞いた聞いた。なんでそういうことすんの。ねえ、はい、なんでそういうことすんの。
俺全員に返せないって言ってるじゃん、うん、そうだね。いや、はぁじゃなくて、うん、なんでそういうことすんの。いや待って、ちょっと水分取ってもいい。いいけど、うん、ちょっとフラフラになっちゃって。頑張ってさ、ファン増やしたのにアンチを作るようなことすんの、うん、アンチな、アンチを作るつもりは。せっかくさ、ファンを増やしたわけじゃん、うん、いや、解放偉いねってみんな言ったのにさ、なんでそれ敵を作るようなことしたの、うん、俺、本当に寝起き、眠りをさま食べられるの嫌いなんだって。聞いてる？聞いてる。ごめん、今むせてた。勘弁してよ、もう。アポなしてくるって失礼だからね、大人として。そうだね。だからドアにかけてくつもりだった。いや、ドアにかけられるのも正直誰からかわかんないし。ああいっぱいあんの、うん、未だに、うん、誰から分かんないものを食べるわけにいかないでしょ。え、それだから LINE で今かけといたからとか。ダメだってそういうの、うん、ストーカーでしょ、うん、ちょ携帯貸して。あ、分かった。くせえな、ほんとに。さすがに倒れたらかわいそうだからちょっと涼ませるけど、うん、いや、倒れたら俺の責任も少しはあるじゃん。だからちょっと暑いから外。いや、俺だって帰らせたいよそりゃ。タバコちょっと吸ってもいいですか。タバコを吸うだとこの野郎、タバコを吸う。お前さ、今自分が何やってるか分かってる？それでタバコ吸いたいっつってんの？もちろん一本だけいいよ。なんだよそれ、いいのかよ。優しいな、優しい。うるせえや、早く吸え。すいません、お前の一言が俺のボケを潰すんだよ、はい、お前が喋れば喋るほど俺のボケが死んでくんだよ、はい、しょうもない。嫌いだわこいつ。嫌いって言わない。うるさいよ。いやー、もうマジ迷惑なんだけど、マジで迷惑なんだけど、ねえ、ダメって言ってるよね俺、うん、ダメって言ってるよね。なんで来んの？っていうか来るってもう LINE 以上だからね。はい、ねえ、はい、だからクリーンレディーとして呼ばれた時に来るべきだった。当たり前じゃん、そういう約束じゃん、うん、月1回来れる、うん、なんかこう有名、まあ変な意味で売名できる機会を作ったわけじゃん俺、お前のために、うん、だろ、うん、そうじゃないの。お前の配信者としての人生があるから、はい、来年の捨て頃出たいって本気で言ってるから、じゃあ、はい、ゆっくり2人で頑張ろうねって言ったよね、はい、なんで家に押しかけんの。心配で、
心配とかじゃなくて、何が心配なの、そもそも。掃除の時に私はマスクしてて平気だったけど、なんかそうじゃなくて沖縄の風がまだまだ治りきってなくて、だからおめえみてえなのが治せねえんだ。お前がストレスやるからウイルスが死なねえんだろ。だから寝てんだよ俺は。一回病院行った方がいい。うるせえよ、お前が病院行け。いや病院行ってきた、今日病院の帰り。なんで病院の帰りに俺の家に来るの。来たかったから。来たかったからじゃねえよ、おめえの、なんでお前の言うわがままに世界回ってねえだろう、どう考えても。はい、そうだろう。はい、おう、好きで会いたかったとか理由になんないの。はい、わかる。はい、お前が前例を作ったんだよ。そしたらリスナーさんが来ていいみたいな空気になっちゃうだろう。はい、お前責任取れんのそれ。取れないです。毎日毎日リスナーさんがピンポンピンポンって来ていいんだって なるのを見せちゃったんだよお前。それはまずいと思います。それはまずいだろう。はい、とてもまずいです。どうすんのこれ。どうすればいい、うん、謝り、いや謝り方の問題じゃなくてどう責任取んの。どうしよう。コメントに書いてあるよ、本当に和道のこと好きならこんなことしないよって。土下座して謝りたい。土下座して謝る。土下座して謝る。いやそういうことじゃなくて、うん、いや俺は温厚だよ普段だけど眠りだけは本当寝かせてって言ってるの。寝かせてて、俺毎朝リスナーさんから LINE が200件ぐらい来るんだよ。ピンポンピンポン、寝てる間も起きてからも200件だよ。寝れねえんだよ、寝れねえの。もう今何やってるのとか、和道さん好きとか、わかる、うん、だから寝れないんだよ。それをピンポンピンポン玄関鳴らされたらさ、はい、大変でしょ。それをさ、こうやって家に来ちゃったらさ、はい、女子が駆けつけるわけよ、和道レディーたちが、和道ギャルズたちが、はい、でしょ、はい、そう、みんな要件がある時だけ送ってくんの。荷物届いたよとか、はい、ステッカー欲しいですとか、はい、うん、ライ解放ちょっと想像してみて、はい、寝てる時に LINE が500件来たらどう思う。うざいです。でしょ、はい、それ全員に返信できる。できないです。できないでしょ。できないです。500件だよ。500件も来たことないから想像がつかないけど、できないです。それをその一人なんだよお前は。はい、うん、勘弁してよ。はい、俺タレントだよ。はい、俺その辺の一般人じゃないの。インターネット界のスーパースターなんだよ。はい、わかる。はい、もうちょっとリスナーと話し合って、今後のこともう 俺じゃなくてリスナーさんに解放教育してもらうから。はい、お前どうすればいいの。リスナーと今後のこと考えて、もうリスナーに任せる、先輩リスナーに。あ、インカメ。私がこれからどうやって、面白いって言われたけど、どれ爆笑中とか、これから私がどうやって解放としてやっていくのに、これだけは約束して、もう絶対家来ないで、うん、いや来ない来ない、あのクリーンレディ以外は絶対来ない。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 もう約束、それはめっちゃ約束というか、あの指令がない限り、俺が特別にいいよっていう時だけ。はい、わ、はい、かりました。当たり前だから、そんな当たり前です。基本中の基本だから。基本中の基本です。それを私がどうしてもなんか風が心配になっちゃって。絶対来んなよ。はい、
物も食べれてないんじゃないか、もしかしたら倒れてんじゃないかって勝手に想像しちゃって。今なら和道さん襲いますよとか、そういうんじゃ、そういうんじゃないんだってば。そういうんじゃなくて、心配してたの。反省してるな、タバコ吸わない、ごめんなさい。配信してるから大丈夫です。彼女になりたいん、マジレスするのよ。今度はロハコさんと来てください。ロハコさんは友達だからいいんだよ別に。うん、我らちゃん来ましたつって、もう全然あげるよ。うん、まだ1ヶ月も付き合いないんだよ出会ったから、うん、そうだね。ねえ、はい、ロハコさんだってまず連絡するし、まずそうですね。うん、のんちゃんと来いよって言われた。ガチ恋に今なってしまってるからこういうことをしてしまったんだと思う。解放さん、ワドさん好きだもんね。うん、あ、アメリカ人さんがね、解放さんはワドさん好きだもん。うるせえよ、俺に報告するんだ、リスナーに聞けっつってんだ、ね、よ、はい、今後のこと素直に抱いて。アメリカ人も突っ込んでろ、寺門島みたいな顔してよ。そんなことないよ、寺門島みたいな顔してぐらいこと言ってんじゃねえよ。アメリカ人さんイケメンだよ。寺門島みたいな顔してんじゃねえよ。寺門島だよ、あんなもん。寺門島、寺門島そっくりじゃねえかよ、そんなことしたらよ。寺門島もあんな感じ。寺門島だよ、あんなもん。違うよ、あんな感じ。本当寺門島みたいな顔してんだから。寺門島だって本物見たことあんだもん、私。アミテアでバイトしてた時に来たんだもん、お客さんで、寺門島。なんか本物見たから違かったよ、全然。アメリカ人さんの方がハンサムだったよ。アメリカ人もって、その、なんか言うね。下着の色は和道に報告しろ。いや、今日は水色ですって。言わないで、言わない、言わない。いいの、いいの。うん、かいほかわいいよ、ありがとう、たまゆう。かいほちゃん素直になって、あまり興味ないな。幼児体験のアメリカ人すっこんでる。前に言ってた2人の彼氏、2人から同時に振られました。かいほちゃんの具、いや、お前コメントさまき下手だから。あ、わかんない、お前コメントダメだ、うん、で、そこのパソコンのコメントも読むの消せ。仕方が分からない。なんか上の右上のところにカーソル合わせろ。右上、まあ、コメント読むとクソつまんなくなるわ。そこ。ここをバッテン。うん、そう。え、画面も見えないの？いいよ、お前コメントさばき下手すぎる。はい。うん。じゃあスマホで見る。スマホで。俺はおめえにコメント読むなっつったんだよ。コメント読むとつまらなくなるから。なんでてめえで湧く、お前コメント見ようとしてんだよ。お前ほんとふざけんなよ、ほんとに。なんでコメント読まないためにスマホも取り上げてパソコンの画面も切らせたんで、なんで自分のコメント読むの、バカかよお前、ほんとに。人の放送潰す気かよ、この野郎。すいませんでした。しょうもねえな、こいつ、ほんとに。うるせえよ、黙ってろ。あー、イライラするわ、ほんとに。いや、体調マジで悪化するんだけど、風邪ひいて治すために東京戻ってきたの、はい、いやもう、いや怒んないよ俺普段、特に女の人に対して。メガネ似合う、ありがとう、はぁ、タバコちょうだい、はい、タバコ右、ケツの左側にあるから、はいはい、タバコわ、あと昼間12時ぐらいも来たろ、ピンポンピンポン100回ぐらい鳴らしやがってよ。それは違う、私病院行ってたもん。あ、それは取り立て屋か。知らないよ。そっか、それは知らないよ。あ、悪い、それは取り立て屋だ。その時間病院行ったよ私。あ、そう、取り立て屋か。郵便屋さんじゃないですか、ね、うん、
せえよ。あるよ。いや、風邪ひいてんの今。外に30分ぐらい経ってたよ、解放は、取り立て屋の件は、いや普通にあれだけど、あの家賃滞納だけど、まあそうだよな、美穂子ちゃんの言う通りだよな。いや常識あるんだったらここで 帰るっていうリスナーの判断は普通だと思うよ。常識あるんだったら。あ、帰ります。うるせえ、黙ってろちょっと、はい、顔むくんで、まあ寝起きだからさ、いやダメなことはダメって言うよ、言ってるじゃん、ダメだよって。いきなり押しかけるのは配信とか関係なく失礼だからさ。そうじゃん、配信関係なくね、人の家にノーアポでピンポンピンポンってやったらダメじゃん。ダメなもんはダメなんだよ。みんな来たいんだよ俺の部屋に、わかる？解放。あ、はい、みんな来たいの、はい、俺の家に、はい、みんな抱かれたいの、みんな抱かれたいの、俺のリスナーは俺に。しょうもない、本当に。うざいラインがいっぱい来るんだって。なんとかの深夜食堂がさっきも放送中にもかかわらず、あさってリアトツマチやります、ぜひお越しくださいって勘違いしてるだろう、どう考えても。う、はい、そう思わない、はい、ねえ腹立つだろ、あんなポットでの色が浅黒いさ、はい、気持ち悪いじじいにリアトツマチやるんでもしよかったら来てくださいテンプレメール送られてきてさ、バカにしてんのかって話だよ本当に。バカにしてるだろあいつ。いや、ブレさんは仲良くしたいから行ったんじゃないのかな。ふざけんなよって、こっちはスーパースターなわけだよ、配信会の、はい、ブランドがあるわけだよ、うん、わかるだろ、うん、しょうもない。ポットでの黒光りにさ、本当に。だから仲良くしてると思ったらちょっと突き上がるわけよ、可愛がってたらちょっと突き上がるわけよ。こっちはなリスナーが人気出てきたから、うん、可愛がってやってるわけじゃねえかこっちは、うん、それをなんかこうしゃしゃってくるわけよ、うん、だから今日私はしゃしゃっちゃったってことになる。どれもお前もしゃしゃってる、同じぐらい。お前どれって呼ばれたら傷つくだろ。俺の中ではどれと同じぐらいどうしようもない人間だと思ってるよ、はい、ちょっと売名させてやったらこれだかんな、本当に。そんなつもりないよ。違えよ、どれのこと言ってんだよ今、はい、ちょっと可愛がって売名させてやって人気出てきたらこれだよ本当に、はあ、しょうもねえなマジで。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。いやごめんねミポリン、ごめんねミポリン、また来てね。いや優しくしたいよ、でもさ俺はね配信に全てを今月俺100万稼がないといけないの、全然足りてないの、時間との戦いなわけよ。こんなことやってる場合じゃないんだよ。わかる？俺今月100万稼がないといけないの。今月100万。でももう、売り上げが足りないんだって。だから、時間との戦いなの。だからもうプライベートを削ってやってるわけですよ。今日ステッカー買います。ステッカーいくら買うの？いくら？
財布にいくら入ってるか見ます。ああ、財布にいくら入ってるか見よう。そういうことだったら話は変わってくるよ。はい、お茶飲む。ちょっとお茶買ってくるわ。優しい、うん、優しい、急に優しい。ちょっと冷えてるお茶あるから、冷えてるお茶あるから。ありがとうございます、うん、これさっきもらったやつだから冷えてるから飲みな、これ、はい、うん、ありがとうございます。それ飲んでいいよ。はい、うん、ありがとうございます、うん、財布いくら入ってんの？あれ、あんま入ってねえ。あんま入ってねえ。帰れ。いや待って、帰れ。1000、帰れ帰れ。2000、帰れ。3000、帰れ帰れ。4000、帰れ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 。あ、5000円札があった。5000円札あんのか。でも私お家帰って今月生活が、今月の生活なんか知らねえよ。じゃあ、うん、あー嘘、ラッキーセブンの7000円分買います。おい、あと2000円あんじゃねえのかお前。あ、だって私明日だってアリスリアトツしなきゃだもん。明日アリスにリアトツすんのお前。うん、アリスとリアトツするから2000円ぐらい持ってないとダメなの。何、アリスと何やんの？なんか誰かとコラボするから来なよって言ってくれて、うん、でそのために自撮り棒とかも貸してくれて超優しいの、アリス。ああ、うん、ラッキーセブンの7000円で許してください、お願いします。つまんねえな、あんまり面白くねえな。なんで言う、腹立つわこいつ本当に。いやもうさ、嫌なんだって俺、本当に大変なんだって。毎日結構ハードスケジュールなんだよ。恐喝なんかしてねえよ俺。ステッカー買うっつったんだろ。私が買いたいんです。恐喝なんかしてねえだろ。私が買いたいんです。ステッカー今までトータル何枚買ったんだっけ？今まで手帳に入ってるから、11枚か12枚。12枚しか買ってないの？でもあって1ヶ月で11枚か、ん？まだお前は俺のステッカー11枚しか持ってないの？黒バージョンが、うん、川越の時にいちごちえでって言って1555円入れて1枚買って、その後に10枚買って、だから11枚でしょ。で今度赤のやつを1枚買って、で今日7枚買うから全部で20枚。あ、ちょうどいいね、うん、ちょうどいいね。ステッカー2種類です。うん、そうもねえな本当に。まあ在庫いっぱいあるんだから頼むよ、解放。はい、うん、いや2色しかない、黒と赤しかない、うん、ステッカーいらないの？ステッカー欲しい人いっぱいいるよ、うん、ステッカーかっこいいよ、布で。かっこいいよな。超かっこいい。超かっこいいよな。超かっけえ、私、うん、あのキャリーに貼ってる、うん、バカのミウルっていう女がいるんだけど、ミウル40枚ぐらい持ってんだよ俺のステッカー。聞いて、ちょっとバカミウルの話聞いて。で、うんうんうん、オフ会の時に、うん、オフ会で集まってんじゃん、7人ぐらいで飲んでたらミール40枚ぐらい持ってて、リスナーさんがね、初めて聞け、うるせえよ黙ってろ。リスナーさんが、じゃあお前に言ってんじゃねえよ、うん、リスナーさんがね、だお前に言ってんじゃねえよ、お前うるさい、はいって言うな。リスナーさんがね、オフ会の時に、あ、そうだ和道さんステッカーくださいっつったら、ミール私のあげるよっつったんだよ。考える、お前黙ってろ、ちょっと考えられなくね、考えられなくね。俺びっくりしたよ。和道さんステッカー1枚買ってもいいですかってさ、ミウルが私いっぱい持ってるからあげるよって目の前で言った時に、こいつ正気かよって思ったもん。営業妨害だろ、完全に。完全に営業妨害されたんだよ俺目の前で。
なんか私いいやつでしょみたいな顔されたからびっくりしたよ。鬼説教したけどね、 LINE で裏でちょトイレ行ってくるわっつって、もう鬼説教だよ。絶対ダメでしょ、絶対ダメでしょそれ、うん、完全な営業妨害されたからびっくりしたよ。これなんかいいことしたみたいな顔してたから、うん、ステッカーは郵送かリアトツ、郵送販売かリアトツ。親切も行き過ぎると迷惑になるから、お、いいこと言ったな俺、うん、親切も行き過ぎると迷惑になる話だよ。名言集に書いとく、うん、大阪は月末に行く予定だよ。郵送やるよ。ステッカー欲しい人は LINE ください。あの振込口座教えるんで、うん、ごめんねえみちゃん、また来てね、うん、いや参ったな。ああ疲れた。すいません。いや怒るでしょさすがに。あと俺言っとくけど、俺解放と付き合うことはないよ。解放、はい、解放がどんなに恋愛感情を持っても、はい、人としては好きだよ、はい、でもリスナーさんと付き合うことないから、はい、わかる。のんちゃんは、え、のんちゃんは、俺はリスナーさんと付き合うことはないから、それはもう配信始めた時に決めたことだから、はい、うん、好きも、うん、ファンの好きに、だってファンに手出すってダメでしょ、うん、おう、芸人とかやってるけどね、それで噂。でもそういう芸人は売れないでしょ。ファンに手出すっていうのはダメなのよ、うん、わかる。え、公式の彼女になってカップル配信とかしちゃダメ。だから公式の彼女じゃなくて、うん、リスナーさんと付き合うことも結婚することもセックスすることも絶対ないです、うん、僕はそれだけを守ってきたからこうやって、うん、多くのファンに見守られてやってこれてんの、息が長く、わ、うん、かる、はい、うん、だから俺は解放別に好きなのは自由だけど、はい、俺と付き合えることはないよ、はい、それは覚悟の上なの、はい、じゃあ、はいじゃなくて、そういうネタっぽいのやめて、マジで話してるから。ねえ。真面目に話してる今。やべ、チンチン触ってたら、おっきしてきた。ちょっと布団かぶるわ。よいしょ。あのね、はい、解放、はい。あの、何、好きって言われても、もう、無理だから。その声は叶わないから。はい、うん。寂しいけど。オフパコなんか一回もしたことないですよ、僕は。諦めます。うん、諦めた方がいいよ絶対。別にファンとして好きならいいよ、はい、うんうん、この前のデート配信の時に、うん、とても好きになっちゃって、とっても好きになっちゃって、うん、好きが止まらなくて、うん、で、咳してて、その話はじゃあリスナーさんに話して、なんで好きになったのか、リスナー、はい、携帯リスナーさんに話したんだけど、はい、ちょっとそれは俺はリスナーを聞きたいはずだから。掃除配信の時に私のことをすごい綺麗に掃除をね褒めてくれて、解放すげえよ、こんなに床が見えたよ、すげえよすげえよって言ってくれて、私も頑張りがいがあって、
もっともっと頑張ると思って、負けず嫌いだから私すごい掃除頑張って、床が見えて、テーブルも外に出して、本棚が入るようになって、本当に解放ありがとうって言って、いや私は本当にただで掃除に、勝手に掃除に来たんだけど、なんかギャラっていうか、あのソファーの下に入ってたお金とかはギャラだとか言って、500何十何円とかあったんだけど、片道帰れるぐらいのお金は入って嬉しいって思って、そしたらその上に私のこれからの解放の配信のために、俺は先輩だから、あ、フットサルの時いた人です、で、これからの後輩を育てていきたいからって言って、俺がプレゼントしてやるって言ってスマホスタンド買ってくれたの。あとサボちゃんからは充電器も買ってもらったの。すごい優しいでしょ、すごい優しいでしょ、超優しいじゃん。だから本当に、だから物もらったから好きとか損じゃなくて、なんか車が通るときにこっち寄りなとか言ってくれたりとか、そういうさりげない優しさとかもすごく好きになっちゃって、で夜景を見せてくれたりとか、大道芸一緒に楽しんだりとか、ネックレスパクれてそんなこと絶対できません。解放とにかくね、本当にその優しさに、私はあとラブのところ、新宿の西口のラブっていうところをくぐると、体が触らないでくぐると、で恋の願いが叶うっていうから、和道さん好き、和道さん好き、和道さん好きって3回言ったので、叶ったかなって言ったら、叶ったんじゃないって言ってくれたの。だからもしかしたら叶ったかなって思っちゃって、私がだから私が勝手に好きになっただけ、私が勝手に好きになっただけ、本当に私が勝手にすごい好きになっちゃって、すごい好きになっちゃったのが、本当にクリーンレディーとしてっていう風に思ってたのに、その帰りのデート配信が素敵すぎて、てかみんな YouTube で見ればわかるよ、すごい素敵だったんだよ、楽しく、すごく楽しかったの。私お掃除疲れてたけど、すごいね、そのね疲れがね吹っ飛ぶぐらいね、疲れがねもう吹っ飛んでどっか行っちゃうぐらいね、すごく素敵なデートだったの。ヨドバシの何々館とかいっぱいあって、西口にヨドバシ、それもね分かんないから、うろうろ私はキョロキョロしてたら、はいこっちだよこっちだよって言って連れてってくれて、この中から好きなの選びなって言ってくれて、どれでもいいよって言ってくれて、こんなのはあんなのはって、私全然機材とかのことも分かんないから、これもいいんじゃない、あれもいいんじゃないって教えてくれて、で私がピンときたやつを買ってくれて、その後サボちゃんが買ってくれる充電、バッテリー、充電バッテリーを選びに行って、
目が死んでないよ。なんかちょっと泣いた後だったからちょっとつけまが下に向いてるかもしれないけど、顔近づけた方がいい？顔近づけた方がいい？スマホスタンド使えばいいじゃん。あ、そっか、そうだ。そう、あと広角レンズももらったの。ちょっと待って、俺風呂入るから貸して携帯。はい。貸して。はい。ちょっと開放の枠に移動で。俺風呂入ったりするから、あの開放コメント打ってここで枠やりますって。あ、私が。俺もう枠切って風呂入るから開放の枠集合で OK だったら手挙げてください。俺の枠今開いてここで放送やりますって。やって。はい。オッケー。うん。うん、俺もう疲れたから今解放が告知するから、もしよかったらフォローしてってください。僕今からお風呂入って後で枠開くんで、皆さんフォローよろしくお願いします。僕の方もフォローしてください。じゃあ解放コメント打ったらお枠終わりにします。コメント、ツイッターで、ツイッターじゃなくて俺の枠を2杯、はい、ログインしてここで枠やりますって告知をして今。そうん、みんなごめんね、イライラ枠で。みんなごめんね。あ、スワッチ重い。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様、枠切ります。え、解放まだ？今フワッチがね、立ち上がらない。立ち上がらない、遅いな私のスマホ。 AU、 じゃあツイッターで告知すればいいよ、俺の解放の枠。そう、うん、じゃあ皆さんフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん、もう。